にちは、平山茂です。今日は6月4日金曜日でございますね。現在時刻は6時43分でございます。今お仕事終わりましてですね、ちょっと今日は名古屋港に来ております。名古屋港でございます。もうちょっとね、日が暮れ始めてるんでちょっとだいぶ暗い映像になるとは思うんですけども、ちょっとね、久しぶりに名古屋港来ましたよ。ちょっといろいろお散歩しようかなと思っております。さあ、見えてまいりました。こちら南極観測船富士でございますね。南極の博物館、ちょっと見にくいかもしれませんが、これで南極をね、調査してたわけですね。ちょっとね、この時間はもう乗れないんですけど、一応営業中だったら中も見学できますからね。いやー、すごい。さあ、この目の前に見えてきたのは名古屋港水族館でございます。名古屋港水族館もね、すごく面白いですからね。なんか雨上がりということもあって、非常に美しいんじゃないですか。今日一番見せたかった景色がこちらでございますね。僕の顔はどうでもいいんです。すごくないですか、このいや、大丈夫ですね、これはね、大丈夫だ。大丈夫ですね。うん、いやー、すごい。なんですか、この空。明日土曜日お休みという方はね、ほんとゆっくりいい休日過ごしてください。大丈夫ですからね、大丈夫ですから。すごいな、ちょっと幻想的ですね。ちょっと一周していいですか。一周、こんな空です。今日はちょっと長めにお届けしております。
ご視聴ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。